めちゃめちゃ速かったとボール見てないだろうって言われて自分の見えてる感覚と周りの人とか後で見返した映像の感覚がちょっと違ったな。こんにちは。今日はプロサッカー選手荒野拓磨選手に来ていただいて農会コンサルタント協会の YouTube ちょっと出演していただこうかなと思っています。ということでよろしくお願いします。荒野拓磨です。お願いします。お願いします。はい、もう出会ってあれだよね、1年半近くだよね。そうですね、そのぐらいじゃないですかね。そうだよね、はい、いきなり呼び出されてきたんだよね。そうです、あの先輩の西大吾に呼び出されてご飯中に、ご飯中に呼び出されて、はい、ですぐ向かった感じですね。それが出会いです。でもそれまでさ、こう、はい、まあ、私こうやってこうねクレメソッドで皆さんのお手伝いしてるけど、正直そんなこと聞いたことある？いや、聞いたことはなかったです。あ、そして、まあ、西大吾があの同じチームでプレーするようになって、鹿島時代にそういうのやってたっていうので、うん、まあ、クレさんが札幌に来てるっていう話からちょっと軽くこういうのなんだよねっていうのだけは聞いてたんですよ。うーん、あ、面白そうだなっていう、このふわっとした感じでしかなかったです。で、ふわっとした感じやから多分あの興味もそんななかったよね、あんまりでもまあ、結構まあ西大吾は、うん、まあ、兄貴的なお兄ちゃん的存在なので、うん、まあ、大吾くんが言うんだったら間違いないし、ちょっとやってみようかなっていう、その興味はあったので、基本的に僕はいろんなことを試すようにはしてるので、うーん、まあ 6-4 ぐらいで興味あるの方が強かったかもしれないです。あ、若干ね、ちょっと、はい。あ、じゃあ実際あのね、今ご飯中です言って、はい、その時に電話ね彼がかけて、はい、でじゃあ行きますって言って来てくれたんだけど、はい、じゃあそこでいろいろ話ね、初めて会った時にさせてもらったけど、じゃあ本当に自分がしようかなっていうのはどこで思った？まあ、まずその食事中に呼ばれたっていう経緯から話したいんですけどなんかもともとそういう話をいっぱい聞いてて、紹介するわみたいなこと的なこと言われてたんですけど、はいはい、ご飯一緒に行くのかなと思ったらそこに呼ばれず、なんでご飯普通に食べてたら今から来てみたいな。で、当時僕の車を貸してたんですよね。あ、そうそうそう、なのでみたい、ね、はい、僕車ない、車返してもらわないといけない、だから彼からしたら取りに来てよみたいな感じで、ついでに紹介するわみたいな、多分そんな感じだったと思うんですよねじゃなければね、ご飯も一緒に呼んでくれればよかったんですけど。本当だね、はい、まあ、なんですけど、そうやってたまたま近くで食べてたのもそうですし、まあ、なかなか会える人じゃないっていうのも大悟くん言ってたんで、そんなことない、まあ、ちょっと僕もそういうの興味もあったし、うんうん、まあ、行ってみようっていう、ご飯食べたけど終わったら行きますっていう感じで行ったんですよ。で、いろんな話を聞いてて、まあ、正直難しいし何言ってるかちょっとあんまり分かんなかったんですけどまあでも一つ思ったことはやっぱり今の自分よりも成長したいとか、うん、まあ、サッカーをやってるので、うん、あのサッカー上手くなりたいっていう思いで、まあ、飛び込んでみようっていう感じで、うん、まあ、やることを決めましたね、うん、実際クレメソッドを取り組んでもらって、はい、まずこう体感というか体験というかどういうことを感じました？まあ、やっぱりやってることを自分のこう試合に向けて自分のコントロールできるというか、プレーに対しての自信にもなりましたし、まあ、なんか自分でそれをやってて、あの効果がすぐ感じられたかっていうと自分では分からない部分はあるんですけど、まあ、やってて視野が広がってるなとか、プレーしやすいなっていう感覚のもと、それがそのクレさんのやつをやってるからなのかとかもちょっと自分の中では分かんない中で、ただ周りが僕のプレーに対して言ってきた時に、あ、
自分はこうだけど周りはそう見えてるんだって感じた時に、あ、これが言ってたやつだっていう感じ方をしたのがきっかけですね。なので結構始めて本当1年ぐらい経った時にそれを言われたの で、うん、で、あ、そう、はい、まあ、なんか始めて数ヶ月で、うん、まあ、自分の中で、あ、こういう風になったなとか、うん、見え方が変わったなっていう手応えはあったんですけど、うんうん、まあそれが周りから見てどうとかの評価ではなくて自分で感じてたことなんで、うんうん、まあ、それは相手もあることだから、まあ、ただその自分がプレーしていつも通りの時に周りからすごいそういう評価を得た時に、あれ普通なのになって、あ、やっぱり続けて1年ぐらいやってると見え方とかスピード感とかそういうの変わってきたなっていうのがやっぱり効果として感じられた瞬間ですね。そうですね、なんかやっぱりこの自分自身の変化っていうのはこう自分の中で、あ、ここ変わったなとかこう感じることってあるんだけど、うん、周りの人が感じてくれるっていうのはだいぶ時間が後からだったりとか、うん、そうですね、はい、あとはその一回例えばこういい変化があったとしてもそれが継続しないとたまたまやと思われちゃうんだよね、はいはい、でもそれが続いてるからきっとそういうふうに評価されてると思うんで、うん、でそういう意味ではなんかそういう周りの声があったっていうのはちょっと嬉しいかな。そうですね、うん、実際にプレーこのプレーがこうだったって答えれるやつが、まあ、あったんですけど、まあ、例に挙げると今年のルヴァンカップ、うん、何月か忘れたんですけど、うん、予選のアウェーのジュビロ戦で、はい、まあ、3対2で試合は勝ったんですけど、2対2の時に、うん、コーナーキック、はい、うちの試合終了間際だったんですけど、まあ、僕ゴール入れるんですけど、まあ、そのゴールが誤審でノーゴールになっちゃうんですよね、うん、でそのゴールっていうのが最初ゴールキック相手ボールだったのが、うん、ちょっと判定覆って自分たちのボールになった時に自分たちのチームがすぐ始めたんです。で僕レフリーと喋ってたんですけど、うん、あ、ボール来たと思ってキーパー見て出てきたから打って入ったんですよ、うんうん、で逆転したと思ったんですけど、なんかそれが誤審みたいな、なんかそれは誤審でなんか本当はゴールだったっていう結果なんですけど、うん、ノーゴールになったシーンがあるんですけど、うん、その時にそれこそ大悟さん、うん、大悟くんからお前めちゃめちゃ早かったぞ、ボール見てないだろって言われてでも僕からしたら時間の感じレフリーと喋ったマイボールになった、うん、味方が振りかぶってボール蹴ってこっち来た、うんうん、でキーパー出てきたから打ったっていう流れだったんですけど、うん、確かに映像で見たらボールがもう流れてる時まだ喋っててパッて振り返って打ってたんです、うん、あ、なのでそれちょっと映像探してもらったら多分出てくると思うんですけど、それの時に初めて、あ、こういうことかって自分の時間の感覚というか、うん、自分の見えてる感覚と周りの人とか後で見返した映像の感覚がちょっと違ったなっていうのが本当に形として出たのがそのプレーだったので、やっぱり結構時間はかかっただけど、まあ、何気ないプレーでそういうのが今までにも何回もあったんだなっていうのがやっぱ実感できたかなと、うんうんうん、まあ、よくねスポーツやってると周りがゆっくり感じるとかっていう、うん、自分の中では普通やけど、うん、そうやってこう客観的に映像で見るとそういう感じ、はいはい、っていうのがね、はい、そこでそれがそうですか。今ふって思い出したんですけど、300試合、おめでとうございます。ありがとうございます。300試合だったっぽいです。ぽい。ぽい。僕も知らなかったんですけど、なんかそうやってクラブが評価してくれたっていう。でもやっぱりそうやってこう300試合出るってことはさ、うん、その、まあ、数も大事ですけど、やっぱその元気でね、出続けるっていうことで積み重なってきたことなんで、で考えたら例えばその健康面とか体力面とかっていうのはこうクレメソッドやって、うん、なんか感じる変化ってあります？まあ、基本的に最初結構毎日のようにやってたんですけど、うんうん、まあ日が経つにつれてやっぱ試合前とか練習前とか、うん、寝る前とかだけなので、なんかそれが自分の体調をコントロールしてるのかって言ったらちょっと、まあ、実感は自分自身できてないんですけど、うん、まあ、でもそういうのがあるからこう自分が
頻繁に風邪体調を崩したりとかもなく、うんうん、まあ、怪我なくサッカーできてる要因の一つなのかなと思いますし、うんうん、まあ、もし痛めたとこがあったとしても、まあ、すぐ回復して、うん、復帰できたりこう試合に問題なくプレーできる状態になったのかなというふうに感じてます。まあ、一旦は担ってるとは感じてます、はい、まあ、絶対にその影響もあるとは思いますし、うん、ゼロではないと思うので、うん、はい、結構多いよね。なんかやっぱりその疲れにくくなったとか、はい、うん、今年なんかめっちゃ暑いやん。今年やばいっす本当にね、暑いからやっぱその体力消耗ってすごいと思うんだけど、ね、でもなんかそういうところでもこう例えばみんながバテてるのにこうあまりバテずに入れましたみたいな選手とかも結構いてるんで、うん、なんかそういうところでこう感じてもらえたらなとは思うんだけど、うん、あとなんかこうやってこう良かったとかっていうところ、まあこう、まあ、いろんな出会いだったりとか、うん、まあ、これを経験することによって自分のプレーの幅も広がったと思うし、あ、まあ、経験とか体験とか、うん、そういうのを自分の 身にできたかなと、うん、まあ、先ほど話した試合の映像の話だったりとか、うんうんうん、まあ、それをやることによって、まあ、ちょっと大事な試合とかで力入っちゃうようなところも一回こうフラットに自分を冷静に保ってプレーできるようになったとか、そういった体験だったり経験になったっていうのは、まあ、自分のためになってるかなと。でやっぱすごいなって今も聞いてて思ったのは、やっぱりもう10年ぐらいもうプロでやって、はい、でもまだやっぱ成長したいって思ってるところがやっぱり私はすごいなと思って、はい、だなんでこういろんなことやってると思うんだけど、はい、それ以外にもこう今までこう気になったこととかってあるの？こう自分の成長で、自分の成長するために、いや、まあこう何でもとりあえずやってみるっていうのと、まあ、1年間だいたい3ヶ月か1年間ぐらいは続けるの で、うん、それを1回続けた後に、まあ、パッてやめてみるのも、うんうん、なんかちょっと今試してて、うんうん、それがなくなってどういう変化があるかとか、まあ、どういうことが身についてるとか、それがあったからこういう効果があったなとか、そういうのを感じ取れるようなことをやってるので、うん、まあ、試行錯誤しながらですけど、うん、まあ、いろんなこう成長できる部分っていうのはこう探しながら、うん、まあ、なんか慣れないように日々いろんな刺激を入れれるような環境をちょっと、はい、30歳なんでもうこっからの10年15年サッカーやるためにはそういうのも必要かなっていうので、うん、ちょっと意識的にそういうのはやるようにしてます。あ、まあ、でもすごいよね、今ほらもうプロになって10年そうっす12、3年目。何歳からサッカーやってるの？サッカー始めたのは小学2年生ぐらいなんで、7歳とか8歳。7歳8歳だと思います。あ、ちょうど小学3年生の時に2002年ワールドカップ日韓があったので、それを見てた世代。ああ、じゃあ21年2年ぐらいやって、はい、やってそうですね、そうですね、そのぐらいですね。人生の半分はやってるので。でじゃああと何年ぐらい？いや、あと何年ですかね。まあでも多分40までは普通にできるとは思うんですよ、うん、最前線で、うん、なのでそこからどのぐらいやりたいかとか、うん、うん、まあ、サッカーするのが好きなので、うん、その気持ちがどれだけ続くかとか、うん、まあ、あと情熱がどのぐらい持てるかとか、まあ、それを下のカテゴリーに下げてまでやれるのかとか、うん、そういうのを考えながらなので、まあ、まだ30になったばっかりですし、ここからの10年5年とか10年大事だと思うんで、そうね、まずは目の前のことにチャレンジだったり、うん、自分の成長に向かってやれればいいかなと思ってます、うん、じゃあちょっとクレメソッドに出会ってよかったと思ってもらえてますか？いや、もちろんです、はい、まあ少なからずそれがあったおかげでこの1年とか1年半は
自分にとってもこう僕は30歳からだと思ってるんで、あこう20代若いうちがっていうと思いますけども、うん、30からがかってこう、うん、僕は本当はレッドワインのようなこう熟して良くなるタイプレッドワインちょっとなんか分からなかった赤ワインのようにこうどんどん熟してこう良くなっていくタイプだと自分では思ってるので、うんうん、こっからね普通は30から35歳どんどん落ちてったり年取ってくると怪我が多くなって落ちてくってところを自分はこう上がっていけるような、うんまあ、きっかけになる、うん、そこに入り差し掛かる初めにこういったメソッドできたっていうのは自分の中で大きいです。あなんかそういうふうに言ってもらえたらちょっと嬉しい、はいうん、なんかこうどうしてもこう結構興味持ってもらえるのって、はい、変な言い方ですけどこうなんかある一定のピークがあってこうちょっと落ちてきた時ぐらいとかにこう興味を持ってもらえたりすることってあったりするんだよね、はい、特にトップ選手で次なんかもうちょっとどっかで上がるみたいな。でもそうじゃなくって今まだねすごくいい調子やけど、うん、もっとっていうところで興味持ってもらえたのは私すごくなんかちょっと嬉しいかなと思って、はい、そうなんかこう落ちてくるっていう言い方がいいか悪いかわからないけどでもこうなんかこう伸び悩みとかなんかこう起死回生みたいな時にこう人っていろんなことを探し出すから、うん、でそういう意味ではすごくそうではない時期に選んでもらえたっていうのはすごく本当にありがたいなと思うし、まあ、もともと若い時から自分はそういうのをいろんなことやったりとか、うん、上手くなりたいとか成長したいとかそういうのに向けていろんなものに目を閉ざさず目を向けてきたタイプなので、うん、でまあ周りにそうやって西大吾みたいにこうオープンすぎる人がいるのでそれを見てるとやっぱり自分もあそうだなって思うし、うんうん、一度触れてみてどうかっていうのでまあなのですごい出会えてよかったかなと。ありがとうございます。思います。なんかそんな風にこうね思ってもらえたのもそうだし実際体感してもらったっていうのもそうですけど、はい、じゃあこれからもクレメソッドを続けていただけますか。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、パラパラはずっとやってるんで。パラパラやってる。はい、はいまあ、そんな感じで、はい、じゃあ今日はプロサッカー選手の荒野拓磨選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。